あがツマ栄4月1日から1973年10月21日は、山形県米沢市出身の日本の民法学者。法学博士、東京大学名誉教授、米沢市名誉市民。文化勲章、増樹2位、増君一等局実大受章。憲法改正に伴う家族法大改正の立案担当者の一人。本校では、 アガツマの生誕の急遽を改修して整備されたアガツマ栄記念館についても記載する。英語教師の父、又次郎と家計の足しにするため、自宅で中学生相手に国、官、数学を教えた母、鶴の長男として生まれる。5人の子における唯一の息子であったため、父母を安心させなければという気持ちから一心に勉強に励んだ。小学校。 県立米沢中学ともに常に、主席、一子は入学、卒業とも一番だった。東京帝国大学法学部独法科に入学し、在学中に高等文館試験に合格。指導教官の鳩山秀夫に臨まれ、大学に残り、30歳の時同大教授、1945年に法学部長となり、後に名誉教授となる。末広いずたろう。 穂ず重し牧野英一ら名だたる学者からも指導を受けた。戦後は、日本国憲法制定のため最後の貴族院議員に、直選され、農地改革立法に参与して、中央農地委員となる。他に、日本学術会議の副会長、日本学士委員会員にも就任。さらに、法務省特別顧問として、民事関係の立法に尽力し、恩師の鳩山、末広。 小積が果たし得なかった民法の総合的研究の完成にあたり、阿賀妻民法と言われる、独自の民法体系を作り上げた。1964年の文化勲章受賞を機にその、年金を母校愛から、米沢工場館高校に帰宅し、財団法人寺大小学財団を設立。後輩の育英に当てた。60年安保当時、 朝日新聞に、岸信介君に与えると題した手記を聞こう。岸首相の国会運営を批判し、即時退陣を訴えたほか、1971年には、宮本康明裁判官の再任拒否問題に関し、裁判官の思想統制という疑念は避けがたいという、文化人グループに加わり、最高裁に反省を求めるなど、反骨の人としても広く知られた。 1973年10月21日、急性胆脳炎のため、熱海市の国立熱海病院で死去。76歳遺没。妻の緑は、鈴木米次郎創立者の四女。長男の吾妻洋は、心理学者で、東京工業大学教授等を歴任。次男の吾妻隆は、産婦人科で、東京大学医学部助教授を経て、国立病院医療センター。 国際医療協力部初大部長等を歴任した民事訴訟法学者で東京都立大学教授のアガツマ学部は自孫語。アガツマは市である鳩山の研究に依拠したドイツ法由来の解釈論を発展させて矛盾なき統一的解釈と理論体系の構築を目指すとともに資本主義の高度化によって個人主義に基礎を置く民法の原則は取引安全。 生存権の保障といった団体主義に基づく新たな理想によって修正を余儀なくされているので条文の単なる論理的解釈では社会生活の変遷に順応することはできないとした上で生きた法である判例研究の結果に依拠した法解釈を展開したこのようなあがつま理論体系は鳩山末広 おずみの学説を総合したものといえ、理論的に精緻であるだけでなく、結論が常識的で受け入れやすいとの特徴があったことから、学会や実務に大きな影響を与え続けながらく通説とされた。アガツマの生涯の研究テーマは、資本主義の発達に伴う司法の変遷であり、その全体の構想は、所有権論、再権論、企業論の三つからなっている。後継。 近代法における再建の優越的地位は1925年から1932年に発表された論文を収録したもので再建論と所有権論がテーマとなっているがその内容は以下の通りである。全近代的社会においては物資を直接支配できる所有権こそ財産権の主役であったが産業資本主義社会になると物資は 契約によって集積され、資本として利用されるようになり、その発達に従い所有権は、物資の個性を捨てて自由なものとなり、契約、再建によってその運命が決定される、従属的地位しか有しないものとして、財産権の主役の座を割れる。これが、あがつまの徳、再建の優越的地位であるが、その地位が確立されることにより、今度は、 債券自体が人的要素を捨てて金銭債券として合理化され金融業の発達を促す金融資本主義に至る。アガツマはこのような資本主義発展の歴史をドイツにおける司法上の諸制度を引き合いに出して説明し、このような資本主義の発達が今後の日本にも打倒すると予測した。アガツマは金融資本主義のさらなる発達によって合理化が、 進むと、企業は、人的要素を捨てて、自然人に代わる、独立の法律関係の主体たる地位を確立し、ついには私的な性格さえ捨てて、企業と国家との主々の結合、国際資本と民族資本との絶え間なき摩擦等の問題を生むと、予測し、企業論において、会社制度の発展に関する研究によって、経済的民主主義の法律的特色を明らかにする、はずであったが、 その一部を含む、後継、経済再建と統制立法を上司したのみで、全体像は未完のままとなっている。情景の通り、あがつの予測は、現代社会にそのまま当てはまるものも多く、近代法における再建の優越的地位は、日本の民法市場普及の名論文とされている。岸信介とは一項、東京帝大時代における、同級生で、主席を争った。 一購入試では、騎士の成績は、あまりかんばしくなかったが、入学直後の試験で一挙に頭角を表し、あがつまとも親しくなり、以後、二人は優等生として過ごした。定大時代、騎士とあがつまは冬休みになると一緒に、伊豆、都井温泉の旅館、明治館にこもって勉強した。ある年、到着早々にあがつまが重い風をひき、高熱を出した折には、 騎士が必死になって、看病を続けた。明治館の人たちの記憶に、この二人の東大生は長く記憶に残った。東京裁判が終わり、まだ、騎士が、菅野高知署に遊兵されていた時、家事隆一や三輪の、呪祖の肝入りで、数名の友人が、釈放嘆願書を GHQ に提出するが、 この際当時東大法学部長であった、阿賀妻も、一校以来の友人の一人として署名した。岸は釈放されると、直ちに政界に帰り咲き、あっという間に、首相の地位につく。そして、第二次元内閣は、新日米安全保障条約のため、衆議院の会期延長と、条約批准案の単独採決を行う。安保闘争が、激しさを増す中、 1960年6月5日付、朝日新聞政治面に、あがつまは、岸信介君に与えると大志今日、君の残された道はだた一つ。それは直ちに正解を知りて、魚釣りに火を送ることです。静かな山川の中で、ただ一人無心に浮きを眺めていたら、巣鴨の時とはまた別な心境の変化を君に与えるだろうと存じます。との手記をお聞こう。 岸に即時退陣を訴え、条約批准書交換日である6月23日、岸内閣は総辞職した。奨学金対応や学生寮の運営などの育営事業を展開している公益社団法人米沢う会における100周年記念事業の一環として整備構想が練られ、1990年に有意会、米沢支部を中心とした募金活動と、 米沢市からの補助金によって、あがつまの生誕の家を購入。その後補修と整備を進め、1992年6月に開館した。遺族から寄贈された著作、講演会の手書き原稿などほか、民事訴訟の用紙をまとめた約7000枚の判例カードなどが展示される。入館料は無料。ありがとうございます。